源氏物語源氏物語の登場人物。髭ゲクロヒクロとは、源氏物語に登場する架空の人物。髭ゲクロと表記されることもある。玉かずらに求婚する気公師の一人として登場する。登場時の官位は、右大将。右大臣を父に、小高電女語を妹に持つということから血筋には、何ら問題はないものの、髭が濃く、色黒な外見や、 すでに兵部境遇の精細の長女を妻にしており、その妻との間に子もいることなどから、玉かずらも養い親の光源氏も乗り気ではなかったが、玉かずら付きの女房をうまく手引きさせて、強引に玉かずらを自分のものにしてしまう。当時は、複数の妻を持つこと自体は、何の問題もないとされている時代であり、すでに妻を持ちながら、玉からを新たな妻として迎えること自体は、 問題とされることはなかったものの、最初の妻が以前から心に病を抱えていたため、玉かずらを新たな妻に迎えたことで、最初の妻との仲が決定的に壊れてしまい、この戦災は娘の薪柱を連れて実家に帰ってしまう。前述のように、玉かずらを妻にした経緯こそ強引ではあったものの、妻とした玉かずらとの間には幾人もの子を設けており、 ヒカルゲンジの五十の画の際には、ヒゲクロとヒカルゲンジの幼女である玉カズラとの間に、できた男子が、ヒカルゲンジの孫の一人として、ヒカルゲンジの実子である夕霧の長男と共に、ヒカルゲンジの前で舞を舞っているなど、ヒカルゲンジ一族との良好な関係を築くのに、成功している。また、玉カズラの夫の地位を争ったライバルであったホタル、兵部境遇には、 戦災との娘である薪柱を嫁がせるなど、様々な勢力との良好な関係を築いており、今上帝の庇護者として、右大臣までなった父を超えて、大乗大臣にまで上ることになる。この髭ケクロは、幻薪と、二大宮薪の間の光る源氏や頭中将と、愛前後する時期に死去したとみられるが、勾配薪では、戦災の娘薪柱とその娘、宮の味方の様子が、 また、竹川紀では残された妻玉カと、その子供たちの様子が描かれている。髭ゲクロは、典型的な玉カ系の人物の一人として、直接には、以下の紀で登場し、本文中ではそれぞれ以下のように表記されている。髭ゲクロという故障は、源氏物語の本文中には現れない。髭が濃く、色黒なことに由来する構成生まれた通称である。 平安時代末期の成立と見られる九条家本、古経図には、ひげ黒大臣との呼称が見られる。その他この人物は、野地大臣と呼ばれることがあり、指名称によれば、厚生教授筆本には、野地大城大臣という記述があったとされているが、この、野地大臣という呼称については、本文中にある、後の大臣を写し誤ったのではないかとする説がある。ひ黒の父親は、 右大臣にまで登った人物であるとされるが、登場までの本文中には一切現れておらず、初登場の時点で、すでに死去しているとされる。登場時点での闘牛の母、昇降殿妙語の兄にあたる。兵部鏡牛の長女とはすでに長年連れ添っており、女子と二人の男子を設けていた。二番目の妻となった玉カズとの間にも、大君など三人の男子と二人の女子を設けた。 登場時32歳から33歳程度。初登場時点の官位は、左大将。玉かずらに、心寄せる、金立ちの一人として登場する。気真面目で一途な性格だが、複数の妻を平等に扱うことができないなど、平安貴族としては欠点を多く持つ人物とされる。ことや、すでに兵部境遇の長女とは、長年連れ添い、子も儲けていた。 このようないくつかの問題があり、玉カ本人も、養父の光源氏も、玉カの結婚相手としては乗り気ではなかった。そのような立場にあったにもかかわらず、玉カの女房を味方にして、玉カの新女に入り込み強引に妻にしてしまう。同人の最初の妻は、物ののけつきであり、発作を起こすことがある。その心の病にも耐え続けてきたが、玉カを見初め強引に関係を持ち妻に、 迎えてしまったために、最初の妻との亀裂が決定的なものとなり、この妻は、娘の薪柱と共に実家に戻ってしまった。牧柱を、ホタル兵部教具と結婚させる。今上帝が即位すると、すでに死去していた今上帝の外祖父に代わり、今上帝の貢献として、大上大臣まで出世した。後に玉カズとの間にも、 大君など三人の男子と二人の女子を設けたが、本人は光源氏、頭中条などと共に、幻巻と、二大宮巻の間で指揮をしている。ありがとうございます。